ブラッドスポーツとは、動物に暴力を振るう、あるいは動物同士を戦わせて楽しむスポーツであり、余興である。その歴史は古く、市民だけでなく、王公貴族からも広く好まれた見せ物であり、例えば、エリザベス朝時代のイギリスでは熊や猿を連れた、旅ニンが犬をけしかけたり、監修に石を投げさせて、娯楽とした。当時は、 狂人の観察などと並ぶ人気の工業であり、芝居見物などと等しいごく普通の習慣だった。現在でも獲物を追いかけさせる、コーシング、統計や統計などが行われている地域がある。大抵地が流れる上、動物が何匹か死んでしまうこともしばしばである。なお、人間同士が行うもの、あるいは動物に人間を襲わせる処刑もかつては、余興や見せ物として行われたが、 これらが、ブラッドスポーツの範疇に入れて語られることは、ほとんどない。犬大物のように見せ物ではなく武芸の鍛錬として、行われることもある。古代ギリシアでも、余興として、動物を戦わせていた、闘牛士に、最後は、探検で殺される田中ーカーソンによれば、もともとこの言葉は、馬上で動物を狩る時のことを指して使われており、 例えば、キツネ狩りやウサギ狩りのように獲物を激しく追いかけるものだった。カキの前に弓や槍を使って、カ人ドは動物を傷つけることもあったが、その獲物を追いかけて近距離になったら通常は殺すことになる。中世のイノシシ狩りなどはその典型である。そして、ブラッドスポーツという語は作家のヘンリー・ソルトによって広められた。それが後に自らが、 動物に危害を加わる者から動物同士を戦わせる者まで様々な催しにも使われるようになった。牛や熊、統計に始まり、後には陶犬やネズミもブラッドスポーツと呼ばれた。これらの動物には競技に特化したしつけが行われ、争わせるためだけの存在であり逃げることは許されなかった。 ビクトリア長期になると進歩派の人間が現れて、倫理や道徳、動物愛護といった観点から、ブラッドスポーツに声を大にして反対し始めた。イングランドでは、動物虐待防止協会などが、主導的な役割を果たし、法が整備されてこの見せ物には、罰が課されるようになった。役人や、 生殖者たちですら好んでいた、ブラッドスポーツという言葉の使われ方が変わったということは、社会進化というものがいかに複雑な言葉であるかということの証細でもある。伝統的なスタイルでキツネ狩りを始める貴族、ブラッドスポーツ中でも、工業的な要素がなく、本来の狩猟に近い形態は、スポーツハンティングと表現される。イギリスにおいて赤木ツネを対象とした、 スポーツハンティング、キツネ狩りは貴族の象徴であったが産業資本主義が交流するに従い、有産階級、商人階級も貴族への象徴的近接の手段として特権的な行為であったスポーツハンティングをたしなむようになる。これはノルベルト・エリアスの言う世俗化の過程の一事例でもある。動物の権利を主張し愛護しようという団体は ブラッドスポーツという言葉の拡大を求めている。特に、捕鯨を、はじめ様々な狩猟の別称として用いるべきだと、主張している。動物愛護団体はとりわけ白星を求めて狩りを、したり、狐を追いかけたりするものを、ブラッドスポーツとしてはなはだしく下品な行いだと、している。ロバイジュメ世界のほとんどの国で、ブラッドスポーツに類するものは法的な制限を、受けている。 特定の場所で、程度に、差はあれど、監督を受けることで合法となっているものもあるが、どこも人気は加工している。ブラッドスポーツを擁護する人間は大抵、伝統文化の支持者として、引き合いにされている。例えば、スペイン闘牛の愛好家は、この競技を、単なるスポーツではなく、文化的な活動だと表現しているが、形式に、差はあれど、牛は必ず殺されるし、 闘牛士も常に死の危険にさらされているため批判の声は年々増加している。さらに2007年8月にトゥブが闘牛の生放送を中止してからはその衰退が激しくなってきている。動画共有サイトの YouTube はアスプカなどの動物愛護団体によって批判を受けている。こういったサイトに動画を投稿することを前提にして 動物を争わせるビデオ、特にある動物を別の動物の餌にするものが放置されているというものである。19世紀のウェストバージニア州で行われるガチョウ引き、フレデリック・レミントンが勢いよくガチョウの頭を引き抜くとそのまま首がすっぽ抜ける。ありがとうございます。